はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、2月キャッシュレスお得キャンペーンまとめということで、今月もやってきましたお得キャンペーンのまとめ動画ですね。この動画では、2021年2月に開催されるキャッシュレスに関するキャンペーンをまとめましたので、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。それでは、行ってみましょう PayPay ではまず最初、こちら2月限定おすすめクーポン、10%戻ってくるクーポンというのが2月1日からスタートしまして、2月28日まで開催中でございます。このキャンペーンですね、いろいろクーポンがあるんですけども、最大で10%分付与されたりとか、最大1100円相当付与されたりと。で、対象の店舗に関しては、松屋、吉野屋、ケンタッキー、ココス、デニーズ、花丸、うどん、浜寿司、日高屋のクーポンが出てるということになっております。まあ、ざっとですね、クーポンはこんな感じですね。 お店によって、いくらいくら以上の支払いで、不要条件がいくらっていう風なのが、公式ページにも出てますんで、まあこちらも参考にしていただければなと思います。PayPay ペペのクーポンキャンペーンって今回が初めてかもしれないですね。次はこちら、PayPay ペペモールヤフーショッピングでペ、PayPay ペジャンボ全額戻ってくるキャンペーンですね。 こちらのキャンペーン、PayPay ペペの残高払いを Yahoo ショッピングとか PayPay ペペモールで決済した場合、2%、10%、100%分抽選で戻ってくるキャンペーンとなっております。で、こちら戻ってくる上限として、1回、そして期間中トータルで10万円相当までとなっておりますんで、まあ、もしね、Yahoo ショッピング PayPay ペペモールを利用される際は PayPay ペペで決済してもいいのかなと思います。え、続きましてこちら、PayPay ペペクアップのキャンペーンなんですけども、期間中に PayPay ペペクアップを利用したら PayPay ペペンボ全額戻ってくるキャンペーンとなっております。いわゆる、まあ、テイクアウトのサ サービスですね 2月1日からスタートして3月31日までのキャンペーンとなっております。で、参加するためにはペイペイの残高払いが対象となってまして、抽選で1%、10%、100%まで当たると。で、上限なんですけども、1回に2000円相当まで、そして期間中トータルで2万円相当までということになっております。で、続きましてこちら。まあ、ちょっとね、プレスリリースの情報しかまだ出てなかったんですけども、ユニクロとペイペイのキャンペーンですね。で、こちらのキャンペーンですね、一応10%還元ということなんですけども、ヤフープレミアム会員であったりとか、ソフトバンク ユーザーワイモバイルユーザー限定のキャンペーンとなっております。それ以外の方に関しては、このキャンペーンに参加することができませんので、気をつけてください。で、キャンペーンの期間は2月の15日から2月の28日までの約半月のキャンペーンとなっております。 で、上限に関しては1回に5000円相当まで、で、期間中トロトロで1万円相当までとなっております。僕的にはこちらのキャンペーンとさらにあの、先日ね、動画で紹介したユニクロペイのキャンペーンとかもちょっと待ち遠しいですね。ちなみにこちらは、ペイペイの残高払いであったりとか、ヤフージャパンカード、そして後払いが対象となっております。で、続きまして、こちら、ペイペイとウォッシュハウスっていうんですかね、コインランドリーだと思うんですけども、こちらのキャンペーンなんですが、2月の15日から2月の28日まで開催中でございます。ペイペイジャンボになってるんで、ペイペイの残高 払いが対象となってまして抽選で1%、10%、100%分が戻ってくるキャンペーンとなっております上限は1回に1500円までそして期間中トータルでも1500円相当までとなっております次はこちら Uber Eats と p a y p a y ジャンボのキャンペーンですねこちら2月の22日からスタートしまして3月の31日までのキャンペーンとなっておりますこちらも PayPay の残高払いが対象となってまして抽選で1%、10%、100%分まで戻ってくるキャンペーンとなっておりますで上限が1回に1万円相当まで そして期間中トーざルも1万円相当もあるということになっております。次に D 払いと D ポイントのキャンペーンですね。まあ僕のツイッターで深夜ぐらいに結構呟いたんですけども、サクッと紹介します。まず、あ、最初はメルカリと D ポイントのキャンペーンですね。で、こちらのキャンペーンの対象者なんですけども、全員ではなくて、初めての方限定となっております。その初めての方っていうのは、メルカリと D ポイントのこのアカウント、D アカウントの連携をまだ完了されてない方ということになりますんで、 まだね、されてない方は、ぜひ、参加してみてもいいのかなというふうに思います。で、期間は2月の1日から2月の23日までとなっておりまして、上限が2000ポイントということですので、まあ、もしね、メルカリとかでお買い物をされる方いらっしゃいましたら、今回のタイミングで参加してもいいのかなというふうに思います。で、続きまして、こちら、松本清志と D 払いのキャンペーンですね。こちらのキャンペーンは、対象となる決済方法として D ポイントカードを提示して D 払いで決済したら、D ポイントが20%分戻ってくるキャンペーンとなっております。で期間は2月 2015日までとなっておりまして、上限に関しては1回に500ポイントまで、そして期間中トータルで1000ポイントまでとなっております。で続きまして、こちらこの動画の前の時に紹介したと思うんですけども、d 払いのクーポンがもらえるキャンペーンとなっております。まあ毎週もらえるキャンペーンとなっているんですが、詳しくは前回の動画見ていただきたいんですけども、対象店舗としてローソンとかファミリーマートとか松本清とかそういったところで使える200円引きのクーポンでやったりとか1000円引きのクーポンというのがもらえます。まあちょっとね。これ人によってはクーポンが付与された時間帯とか結構。 だったと思うんですけども、僕もねツイッターでつぶやいたタイミングでクーポンが付与されたのでしっかりとね。クーポンが届いてるかどうかっていうのをチェックしてみてください。で続きまして、こちら次は d 払いとドラッグイレブンのキャンペーンですね。こちらはドラッグイレブンで d 払いで決済したら d ポイント11%分が戻ってくるキャンペーンとなっております。で、ちょっとですね。キャンペーンのページ見たらその口座払いとかの指定はなかったので、とりあえず d 払いで決済するっていうのが条件かなという風に思います。で、上限は期間中トータルで500ポイントまでとなっております。ちなみに。 の期間は1日から28日ですね続きましてこちらまたさらにねローカルなキャンペーンにちょっと近いんですけどもこちらは D 払い D ポイントの丸色のキャンペーンですねまあ、九州にお住まいの方であれば結構聞いたことがある方多いと思うんですけどもこの丸サンリブで D ポイントカードを提示して D 払いで決済したら20倍 D ポイントが戻ってくるキャンペーンとなっておりますでこちらも D 払いのその口座払いとか D カードとかそういった指定が特になかったのでとりあえず D 払いで決済することが条件かなという風うに思いますですけども D 払い ID 決済を除くという風に出てましたんでこちらもキャンペーンページしっかりと見た上で参加してみてください期間は2月1日から2月14日までとなっておりますで次はここからファイントを D 払い D ポイントのキャンペーンですね D ポイントを1000ポイント山脇キャンペーンということなんですけども支払うは条件として D ポイントカードを提示して D 払いで決済してその決済した額が1000円で一口ということになりますで上限が一口あたり200ポイントまでということなんですけどももしですね1000万口を超えた場合は一口 あたり1ポイントりとりあえずエントリーするだけエントリーしてみてもかなり価値はあるのかなと思います。期間は2月の1日から2月の28日までとなっております。 次に a u ペですね。a u ペは今月結構暑いです。まずはこちら、タぬキの大恩返しのキャンペーンなんですが、スーパーマーケット、そして今月からドラッグストアが加わりまして、最大20%分のポンタポイントが戻ってくるキャンペーンとなっております。で、上限が 1AUID あたり500ポイントまで、これ1回に500ポイント、そして月に3000ポイントということなんですけども、括弧総計というふうに書いてるんですが、これはスーパーとドラッグストア合わせて上限が下に出てる数字ということになります。なので、ドラッグストアで3000ポイント、 不要上限まで行って、そしてスーパーで不要上限3000ポイント行ったということはできませんので気をつけてください。合わせて3000ポイントということになります。まあ僕が住んでる地域はね、先月はスーパーがかなり少なかったので残念だったんですけども、今月はドラッグストアがかなりね、対象のところが多いので、僕自身はちょっとうまくこれを使おうかなというふうに思っております。で、続きましてこちら JA グループの対象店舗で最大20%還元ということなんですけども、各個ガソリンスタンドや農協ということですね。まあちょっと前の動画でも解説したんですが、結構ね JA グループは JA グループでも、 場所によってはガソリンスタンドで使えたりする場所もあったりするので、ここはね、公式ページをチェックした上で参加してみてください。 もしね、そういったところで使えればかなりお得かなと思います。で、こちら上限に関しては、1au id あたり1回に800ポイントまで、そして期間中トータルで2400ポイントまでとなっております。期間は2月の28日までですね。続きまして、こちら、カインズで20%還元ということなんですけども、対象店舗は全国のカインズですけども、一部対象外のお店もあったりします。で、上限なんですけども、1au id あたり800ポイントまで、これは1回に800ポイント、そして期間中トータルで2400ポイントまでとなっております。で、気をつけてほしいのは、スタートする期間 なんですけども、2月の10日からスタートしまして、2月の28日までとなっておりますので、まだ2月は今スタートしたんですけども、カインズのキャンペーン始まってませんので気をつけてください。次はこちら。 au pay コード支払いでポンタポイント最大10%還元キャンペーンということですね。こちら対象のお店は au pay が決済可能な全店舗ということになっております。一部の店舗は対象外であったりとか、郵便局が対象外となっておりますんで気をつけてください。期間中上限 1au i イあ当たり1000ポイントまでとなっております。で、付与されるポンタポイントなんですけども、こちらのポンタポイントは、 aupay ー,ーケット e っていうところでしか使えませんので気をつけてください。まあ普通のリアルな店舗で aupay で決済して付与されたポイントは aupay ー,ーケットでしか使えないっていうちょっと不思議なキャンペーンなんですけどもそういったルールがありますんで気をつけてください。こちらのキャンペーンは2月の28日までとなっております。続きましてこちら。まあかなり前にね動画で紹介させていただいたんですけども aupay とローソン銀行のキャンペーンですね。ローソン銀行 ATM で aupay 残高にチャージをしたら最大で3000ポイントが戻ってくるキャンペーンとなっております。こちらのキャンペーンですね。 対象の全国のローソン銀行 ATM が対象ということなんですけども、まあ、コメントでもいただいてたんですが、まあ、対応してないっていう ATM もあったりするのでここは気をつけてくださいで上限が3000ポイントまでとなっているんですが3000ポンドポイント分チャージするためには確か6万円ぐらいまでチャージをしたら上限に到達するんですけどもまあ、全然1000円からとかでもチャージは可能となってまして5%還元ということになりますんでまあ、ご自身がね使いたい金額だけチャージをするぐらいが一番ベストかなという風うに思いますでちょっとキャンペーンと 外れるんですけども。 ビザプリペイドカードのキャッシュですね。こちらのルール変更が2月からありましたんで、こちらもお伝えします。まあ動画でも紹介してるんですけども、まず登録カードを使った指定金額入金機能が廃止します。これは2月の4日から始まりまして、この機能っていうのは結局そのクレジットカードとかデビットカードを使っていくらいくら入金したいっていう機能があったんですけども、それが2月4日からなくなりますので気をつけてください。まあね、すごい便利だったんですけども、それがなくなるのってちょっと不便ですよね。ですけども、まあリンク決済っていう 言うんですけどもとりあえず紐付けた状態での決済は全然できるんでそれは全然ご安心していただければと思いますですけどもまあもう一つのこちらの規約があるのでおそらくそのリンク決済を使う方も減ってくるのかなと思うんですが上に出てる通り決済時のポイント還元率の一部変更ということですねまあ、こちらも少し前の動画でも紹介したんですがまあ、キャッシュカードを利用されている方の現金からのチャージですねセブン銀行 ATM であったりとか銀行口座からチャージをした場合の付与上限が1200ポイントまで受ける ことができるんですけども、まあ、クレジットカードとかデビットカードからチャージした場合は100ポイントまでの上限という風に規約が変わりますで、2月の10日からということになりますんでもしねキャッシュを利用されている方はこの日付を気を付けた上でチャージなどを行ってください2月の10日からこのルールということになりますで、最後にキャンペーンのまとめですねざっとこんな感じとなっておりますまあ、ペイペイと D 払いと AU ペイしかぶっちゃけもうピックアップしてないんですよね ま、他の楽天ペイとかもキャンペーンあったんですが、まあ、ちょっとそのインパクトがあるキャンペーンがちょっとなかったので、今回は一旦覗いております。またどこかでね、キャンペーンが出てきたら紹介はしたいと思うんですけども、まあ、僕自身今月使おうかなと思ってるのは、やっぱり D 払いのクーポンのキャンペーンと、そして AU ペイのドラッグストア20%のキャンペーンですね。ここらあたりが結構消化しやすく、参加しやすいかなというふうに思います。まあ、もちろんね、ご自身が住んでる地域によっては、このキャンペーンが一番いいというのはあったりするので、そこはね、いろいろ調べた上でぜひ参加してみてください。で、一つですね、 <laughs> あのー、これちょっとツイッターでもつぶやいたんですが、あの、au ペの常時3%還元生活応援企画ですかね、3%還元のキャンペーンが実はもうなくなってるんですよね。なので、もしローソンで au ペで決済される方は3、3%分の付与が今現時ではないので気をつけてください。僕もね、日付が変わってすごいびっくりしたんですけども、今後ちょっとローソンで何で決済するかちょっと今検討してるところではあります。まあ、そんなこんなで今回は2月のお得キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、毎,月毎 毎月ねこう紹介しながら何か大きなキャンペーンが終わったと思えばまた大きなキャンペーンが始まったりするので、まあ、個人的にはすごい嬉しくてたまんないんですが本当企業さんからしたら本当大変だとは思うんですけども消費者からしたらやっぱ嬉しいですよねこういうのってでこれたまにお伝えはしてるんですけどもキャンペーンが開催されているからといって無理に参加する必要はないので計画を組んだ上でしっかりと参加してみてくださいでその際にですねエントリーが必要であったりとかまあ、詳細の細かいところの情報というのはですねキャンペーンページをしっかりとチェックした上で参加することをお勧めします。 ま数は多いんですけどね。詳細気になる方はぜひ概要欄チェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。